体験版今ね、1、2、3、4、5。5個を落としてきました。これなんでこんなことしてるかって言いますと、証人の儀で、ロードランナーの体験版やってる人がいたんやっていうのが始まりで、あ、そういえば最近体験版やってないなっていう前に、あ、体験版あるんや、やってみたいと思って、そういえば最近体験版やってないなと思って、そんな話どうでもいいね、ごめんなさい。こんなことさ、全部無料でやればいいやんと思ったんやけど、そういえばやったこと一回あったね。何をやったかっていうと、オーバークックが面白くて、それのパブリッシャーの作ってるゲームを3つ、宇宙歩いてるやつとか、なんかピンボールとアクションゲームみたいなやつとかやって面白そうやったんやってやった。けど、それ以来やってなかったっす。しかもそれ買ってないですね。で、キノピオとか、ヨッシーとかも買うって分かってて体験版やったのも、体験版っていうよりはもう先行プレイみたいな感じでやったっていうのがあったけど、今回これ5個落としてみました。まだまだやりたいのあるんで、また続けていきたいシリーズ化しようと思うんですけど、今回、また買いたいなって思うのがあるんでしょうかっていう話ですね。ちなみに箱ボーイ箱ガールはもう忙しすぎて買わない。箱ガールの方が、ちょっとこれやりたくないって言うもんで、全然落としてなかったし、しかも俺これやったことないんですよね。結構これシリーズ何作目かやろ。やったことないんですよね。でも2人でやりたいんやけど、2人用のゲームとして、ちょっとやりたいんやけどって言ってみたんですよね。オーバークックの元バイトさんに。そしたら嫌やって言われまして、ロロロロの時は強制やったから、あの時みたいになるの嫌や、みたいな感じになりましたんで、っていうのも理由で買わなかった。まあ忙しいラボとかスマブラとか全部更新がかかったりとか、新作出たりとか、オーバークックが更新されたりとか、ヨッシーがまだ終わってなかったりとか、ファミコンが出たりとか、あ、ファミコンまた明日出るね。とかでやってなかったのもあるんです。そういう難しい時期に発売した、平成最後に出たのがこのゲームやったと思います。これゲームボーイかなんかで、ゲームボーイってないね。ゲームボーイって、なんかで、3DS かなんか、DS かなんかで出てたゲームなのかな。これ初めてやる、俺。すごい、なんか嬉しい。もう一回？落としたんか。おい、それすらもわからんわ。今日5個体験版するぞ。あら。あかん。押せるんや。あ、でもこれは押せんのや。Y 押して上押したらこうなって、もう一回ワース押せる。あ、そうなんや。すごい面白い。いや、これもうね、見ただけで面白いの分かってたんですよ。ただ俺に、ここに、やるタイミングがなかったっていうだけで。お、スカッと箱の数。そういうこだわりとかあるんか。メダルとミッション達成で入るミッションメダルはショップでいろいろなお楽しみアイテムとこういいな、このシンプルな感じ。今俺なんかコンプリートできてなかったよね。お、どこまで行くんやろう。お、こっちコンプリートできてない。もう一回コンプリートからやっていい？今日俺5個やるでの。もう12時ぐらいやけど。出せる箱1。ちょっと待ってね。なんやっていうか、条件なんやったっけっていうのは今わからなかった。箱を出して、Y で投げる。箱を出して、Y で投げる。あれ取らなあかんの？あれ取るっていうのも作業なんか。使った箱が少ないと点数が高い。で、あれ取ったのも入ってたか？ OK。そういうことなんや。絶対面白いんでしょう、そりゃ。これは全部ダウンロードできるまでやるかな。いや、まあ、そこまでやらんか。ネットで誰かとやりてえな。てか、俺と一緒にゲームしてくれる人、俺、友達やっぱいねえな。オーバークックだけはありがたいの。本当に感謝。お？うん。おお。別にそう持ってかんでいいやろ、そうやって。あっ！危ね。これ持っていけるやん。すごいすごいすごい。いや、簡単簡単。ガールいないな。ガールがいねえな。ガールが欲しい。俺、ガールが欲しい。よっしゃ。こんなもんでいいわ。これもう面白いの分かった。もうこれはいい。面白い。もう一個だけやろうか。ガールいねえんかな。あ、書いてある。Y 押すと書いてある。王冠をすべて取ってクリア。18個以内でクリア。なるほどね。王冠をすべて取ってクリア。ここまでやりましょう。ここまでにしましょうね。今日は。体験版でもいっぱいできるよね。これ全部で何ステージあるの？製品版。あ、2個出せる。LR を押すとその直前からやり直すことができる。魂入れ替えかと思ったやん。ちょっと興奮してんだやん。そっかそっか。やり直しできるんやん。こうやってやって、こうやって投げて、クイックリトライ。そうなんや。おお！あ、書いてある上に。クイックリトライしよう。なるほど。なるほど、なるほど。それは下にずれないのね。そういうことね。ん？わからんな。こうか。怖い、投げてんでるわ。なにこれ。どうやってするやろう。こうか。1個でよかったやん。わからないときは長押ししてみよう。メダルを1枚使ってヒントが見る。使うんかい。使うんかい。わかったって今なんで言うの？俺わかった後に言わんといてや。わからんかった場合はって。OK！ じゃあここまでにします。ありがとうございます。これは面白い。もうそれは面白い。わかってる。